宇都宮競輪場周辺の清掃活動を選手たちが行ったというニュースがありました。115期の酒井陽選手をはじめ41人の選手が参加。選手たちは地域への感謝、そして競輪を知ってほしいという思いで空き缶などを拾ったそうです。それではスピードフロントライン、まずは先週までの主な出来事です。1月26日まで UCI トラックワールドカップ第6戦が行われました。カナダ・ミルトンで行われた第6戦の結果はご覧の通り。将来を見据えた選抜チームで臨んだナショナルチームでしたが、残念ながらメダル獲得はなりませんでした。1月27日第115回生ルーキーチャンピオンレースの出場予定選手が決定しました。3月8日玉野記念最終日第9レースに行われますルーキーチャンピオンレース、在校ナンバーワン栃木の酒井陽也、トラック競技ナショナルチームでも活動している福島高橋真也、青森小原優太など次代を担うスター候補たちが出場を予定しています。早期卒業選手の寺崎康平、菊池武人の2選手がデビューから6連勝を飾りました。早期卒業制度で先月デビューした117期の寺崎康平と菊池武人が無傷の6連勝で2場所連続完全優勝しました。次走寺崎は4日から行われる四日市 F 中で、菊池は7日から行われる宇都宮 F 中に出走予定。デビューから9連勝での特別賞判に挑みます。以上、先週までの主な出来事でした。続いて特集コーナーです。まもなく開催される第35回読売新聞社杯全日本選抜競輪、今週はその注目選手をゲスト解説内林久典さんと日刊プロスポーツ新聞社岡崎由美記者に伺います。内林さん、岡崎さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。全日本選抜競輪といえば、内林さん2004年に優勝されていますよね。そうですね、まあ、この時は勝てるメンバー構成だったので、しっかりとそれをものにできたと。ただまあその当時はね、少し足が落ちてきた時期に入ってたので、なかなかねこういったチャンスは少なかったので、いい結果につなげてよかったです。嬉しい思い出ということですね。そうですね、はいはい。ではこの全日本選抜競輪なんですが、年の最初の G1 ということで、こちらをご覧いただきましょう。開催が2月に変更になった2013年以降の上位3着の選手をまとめています。そして赤字で表示されているのは、その年のグランプリに出場した選手です。優勝すると出場権が与えられますが、2着3着の選手でもこんなにグランプリに出場しているという結果が出ています。そうですね、まあ、新しい年が始まって最初の G1 ということで、いいスタートを切るとやはり番組も良くなりますし、精神的にも優位に立てますからね。そういったところが影響していると思います。はい、岡崎さんはどうご覧になりますか。はい、ここで優勝した選手は約10ヶ月間もグランプリに向けてっていう準備ができると思うので、そういう面でもかなり有利になってくるのかなとは思いますね。はい、2020年はどうなるんでしょうか。ではここで内林さんの注目選手を伺います。内林さん、どの選手でしょう。はい、茨城107期の鈴木隆二です。1月24日岩木平記念二次予選 A です。鈴木選手は3番車、同県2車のライン先頭でした。はい、まあ、このレースね、一旦金子にインを切られる形で2番車でね、そして4番車高橋のラインに俊敏に切り替えていくと、まあ、以前まで先行ということを頭に置いて少しレースを組み立てていたんですけども、もうここ最近はもう自在に徹していると。自在選手は当然厳しくいかないといけない、そういったレースの表れですよね、このレースは特にね。そして結果につなげていくという形で、まあ、鈴木本来持ってるスタイル、これに当てはまってると思いますよね。自在選手という意味合いにおいては、こういったレースに非常に光るところがあります。全日本選抜競輪でも位置取り重要になってきますでしょうか。そうですね、同じようなタイプがいるので、そことこう位置を取り合うということですね。それが結果につながらなくても今後につながっていくので、そこはしっかりとというところでしょうね。他にはどんなタイプの選手に注目されていますか。そうですね、まあ、魂が得意になってきますけども、千葉94期の岩本俊介ですね。まあ、この選手に関しては、まあ、以前はこうワンパターンの魂、スタート取って引いての魂が多かったんですけども、国際機は
距離に関わらず仕掛けていけるようになってきたというところですね。岡崎さんは鈴木選手、岩本選手についてどうご覧になっていますか？そうですね、鈴木選手は去年少し調子を落とした時期もありましたけども、今はしっかりそれを脱して安定した成績を残していますし、岩本選手もこう引いて動けないっていうレースもたまにあったんですけれども、最近はそれがほとんどなくてしっかり仕掛けられてますし、調子も上がってきてるんだろうなという印象がありますよね。ありがとうございます。では続いて岡崎さんの注目選手を伺います。どの選手でしょうか？はい、大阪90期の稲川翔選手です。1月16日名古屋 F1 準決勝です。稲川選手は2番車、近畿ライン3車の2番手でした。はい、稲川選手去年は共同通信支配で2年ぶりのビッグ輸出を果たしたんですが、近況はその番手の仕事っぷりっていうのがすごく戻ってきていて、このレースでもサラヤ選手を何度もこうブロックして止めて、最後は絶好の展開をものにして1着でゴールしたレースでした。追い込み選手で注目として挙げていただきましたけれども、他にも注目している方はいますか？そうですね、静岡86期の岡村純選手ですね。岡村選手も最近はすごくこう番手のレースでも余裕を持ってレースしていますし、去年の12月の広島記念では約3年半ぶりの記念優勝ということで、結果も確実に出てきていますよね。このスピードが上がってきているレースの中で番手選手が仕事をするにはかなりこう自分自身も余裕がないと、立て足がないと仕事ができないというレースが結構増えてきているんですけれども、その中で稲川選手は立て足も強化されてますし、先ほど挙げた岡村選手もレースでかなり余裕がある感じなので、そういう選手を全日本選抜ではちょっと注目したいなと思っています。はい、内林さんは稲川選手、岡村選手についてはどうご覧になってますか？はい、まあ、稲川に関しては、まあ、低迷時期が長かったのでようやく戻ってきたかなと、動きも非常にいいし横の動きもしっかりという感じですよね。まあ、岡村に関しては少しこう、ね、調子落ちの時期と感じたところもありましたけども、今の走り見てるとね結構伸びてますし、直線勝負非常にこう有効な感じになってくるんじゃないですか。千林さん、岡崎さんの注目選手を伺いました。第35回読売新聞社杯全日本選抜競輪の放送日程はご覧の通りです。また前日の夜は前夜版スピード展望も放送いたします。皆様ぜひこちらもお楽しみください。千林さん、岡崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、特集コーナーでした。来週は1月の月間 MIP をお送りします。お楽しみに。続いてはこちらです。さあ、競輪リンリン、今回登場していただくのは前回出演していただいた吉田拓也選手からのご紹介、山口105期清水博人選手です。清水選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。吉田選手とはどのような仲なんですか？あ、そうですね、年も近いですし、結構まあ、たまに合宿したりはする仲ですね。そうですか。吉田選手は清水選手から見てどんな方ですか？いや、すごい若いんですけど、自分よりなんていうんですかね、落ち着いてて話しても面白い、いい後輩ですね。そうですか、はい、そんな吉田選手からメッセージをいただいているのでご紹介します。はい、今年もまた合宿で追い込みましょうとのことです。はい、よく合宿に行かれるんですか？あ、そうですね、去年はちょっと行けなかったんですけど、まあ、年一ぐらいで集まってやってますね。そうですか。同世代のみんなで行くんですか？はい、同世代のみんなで行かれてるんでしょうか？あ、そうですね、自分の同期の石塚凛太郎だとかも、あと渡辺裕太も一緒にやったりしますね。そうですか。皆さんで切磋琢磨されてるんですね。はい、そうですね、本当刺激になりますね。ではここからは清水選手のプライベートについて伺ってまいります。はい、まずこちらの写真、水牛のお写真いただいていますが、はい、こちらはどこで撮られたんですか？沖縄の竹富島ってとこですね。あ、そうですか。はい、水牛は乗ってみたんですか？そうですね、そういうツアーにあったんで、せっかくなんで乗ってみました。乗ってみていかがでしたか？いや、沖縄の古い民家とか回ってゆっくり見れたんで、
いい時間でしたね。そうですか。何か美味しい食べ物とかありましたか？美味しかったかどうかはちょっと微妙なんですけど、ヤギ汁ってやつ飲んで。あ、ヤギですか？はい。どんな味でした？いや、獣のって感じです。ヤギ汁も召し上がられたんですね。はい、もうパワーつきました。では次のお写真に参ります。はい、かっこいい車のお写真いただいてますが。そうですね、はい、かっこいいですね。そうです、2年連続グランプリも決めてたんで、ちょっと自分のご褒美に昨年末に買いました。この車は今は結構乗ってるんですか？遠出するときとかちょこちょこ乗ってますね。あ、そうですか。はい、清水選手はドライブでどんなとこに行くんですか？いや、本当マッサージ行くときとかにこうちょっと遠くに行くんで、そういうときに行くぐらいなんで。あ、じゃあ移動で使ってるんですね。そうですね、はい。運転するときは音楽聴いたりしますか？あ、聴きますね。どんなの聴くんですか？マドンナとか、うん、ビーズとか。結構ノリノリなミュージックを。そうですね、結構昔の曲を聴きますね。そして続いて次のお写真、はい、かわいいプードルのお写真いただいてますが、こちらは清水選手のワンちゃんなんですか？そうですね、実家で飼ってる犬ですね。名前はなんて言うんですか？ソラ君って言う。ソラ君、とってもかわいいですね。はい、ありがとうございます。お散歩に行かれたりもするんですか？そう、たまに行きますね。結構懐いていますか、清水選手に？あ、割と懐いてる方だと思いますけど。何歳ぐらいなんですか、そらくんは？1歳と1ヶ月ぐらいですね。じゃあ元気いっぱいですよね。いや、もう一番元気ですね、家の中で。散歩も結構いいトレーニングになったりするんじゃないですか？あ、そうですね、もう僕歩くの苦手なんで。そうなんですね。はい、楽しいお話ありがとうございました。はい、続いて SQS 班で2年目がスタートして立川記念も連覇されましたが、近況を振り返ってみていかがですか？はい、そうですね、去年の、秋ぐらいから調子良くなって、立川記念ぐらいまではこう結構感じよく進めてたんですけど、ちょっと前回の岩木平はちょっと疲れも出てた感じですね。前回で足りないとこも分かったんで、そこを補えるようにはしたいなと思ってます。最後にファンの皆様へ一言お願いします。はい、今年はしっかりタイトル取れるように一戦一戦頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。はい、清水選手お忙しいところありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。以上、競輪リンリンでした。最後は2001年、浜口孝明選手が優勝した全日本選抜競輪決勝戦の VTR を見ながらお別れです。今週も楽しい競輪ライフを。1番手に3番小橋の体勢、1番の伊藤は現在5番手、コースに詰まっている感じ。さらに切り替えて5番車小倉がまくっていきます。最終回3コーナーを通過、先行策松岡、2番手無風で浜口、絶好前大ビューマークだ。最終4コーナーから直線へ、4番車松岡先頭、ボールは接戦。